はい、こんにちは、ジョマです。第2スタジオからなんですけれども、ちょっと気がつきまして、こちらだとね、歌詞もコードも何もわからないということでね、ここら辺にちょっと譜面台かなんかね、用意おいおいしていかなきゃいけないなと思ったんですけれども、まあ、歌詞もね、コードも分からなくても歌える曲っていうのは、やっぱり中学生とかに歌ってた井上陽水さんとかのね、歌で、今日はですね、白いカーネーションっていうのを歌ってみたいと思います。カーネーション、お花の中ではカーネーション、一番好きな花。子供の頃には何も感じてなかったけれど、今では不思議なくらい綺麗だな。白いカーネーション、お花の中ではカーネーション、一番好きな花。はい、どうもありがとうございました。